今日の話題としてですね、今問題になっている東京都知事舛添要一さんが、非常に姑息というか卑しく浅ましく東京都の予算を使いまくってるということで問題になっておるわけだけれども、今日のお客さんで守谷の市会議員の松丸先生が来ておられますから、松前都知事が待ってましたとばかり都知事の立場で好き放題予算を使いまくるその姿勢に対して地方の議員としてご意見あればお願いいたします。はい、まずもってやはりけしからんというのが第一印象なんですが、やはりそれをチェックする立場にある議会がチェックができてないということというのも一つ大きな問題かなというふうに思います。そのためにある議会ですから、はい、当然知事のそういう個人的に使われている金銭に対してもメスを入れなきゃいけないというのが本来の仕事であるべきなんですが、それがなされてないということになると、東京都知事ももちろんですけども、東京都の議会というのも一つ大きな問題があるんじゃないかなというふうに思いますね。議会の中には監査をする一つの義務というか、はい、監査委員会とかあるんじゃないですか。監査委員かな。監査は当然ありますし、外部監査もあるんですが、それ以前にやはり議員の数というのはかなりいますから、100人ぐらいおるんじゃないかな。そうですね。ですからそれだけの人数がいて、それぞれがきちっと監査的なことをしていけば、こんなことにはならなかったろうし、また、そういう暴走も逆に言うとしなかったのかなというふうに思いますんで、日本の政治も地に落ちてしまうというような気がいたしておりますね。これは知事になる目的が、知事になればここはやっぱり10兆ぐらいの予算があるんじゃないかな。10兆の予算のいわゆる発注する側ですから、当然利権が発生する、人儲けできる立場ですね、だからその知事になれば人儲けができる、いわば贅沢ができる、財産が築ける、政治をやる前にそろばんの方が先に先行したんじゃないかと。多くの地方の首長にしても、今問題にした議員にしても、都会議員にしても、議員になればその東京都の予算の中でいわゆる金が稼げるという目的を持って議員になろうとしてる人がかなり私は多いと思うんですよ。そういう金権堕落、金権腐敗、拝金主義政治、こういうものが知事もあれば議員もある。これはもう東京に限ったことではなく、中央の国会においても、また各省庁に議員族がおり、その利権を漁りまくるという、政治に対する姿勢よりも金儲けのための立場という、そのために選挙に出るという。こういう戦後の71年間というのは拝金政治がはびこりすぎたと、その一つの象徴の表れが松戸に出てると、こういう感じがしますが、どういう感じでしょうか。そうですね、清貧の思想とか志がきちっとあって、政治家になるというよりも就職活動的な意味合いで政治家を志すという人がかなりいるというのも実感として、持ってます。ただ中にはやはりそうじゃなくてきちっと自分の立場、役回り、そして社会にどれだけ貢献できるかということに軸足を置いて活動している人もいると思いますが、どうしても世の中で見られるのは、そういう拝金主義であったり、また自分のために公金を使ってしまうような人がかなりいるということも事実ですし、それが大きく報道されれば、それが今度は市民また国民が政治に対して無関心になっていく。無関心になっていくと今度また議員が監視機能を怠ってしまうというようなこう悪い方向のスパイラルになっているのかなというような気もしております。そうですね。はい。まあ今の東京都知事今現で舛添さん、はい、その前は猪瀬さん、はい、その前は石原さんと、はい、その前は青島さん、はい、そしてその前は鈴木さんと。はい。まあ僕もその鈴木、青島、石原、猪瀬、舛添と見てね、はい、まともなのは鈴木さんまでじゃなかったかと。はいはい、石原も結局はまあ鹿島建設と一体となって、はい、談合がしてはいけない時代に鹿島を中心とするプロポーザル方式というもので、ずっと大きな仕事は全部談合しとったんですよ、東京都は。その8年か何年かの間に石原も莫大な金を鹿島と共に作り上げた。その後継いだのが猪瀬で、これはもう猪瀬はもう石原の小型ですから、まあ同じことをやったと。その後が今の舛添で、石原、猪瀬、舛添とね、3人とも金権体質だと。こうはじゃあまあ見とるんですが、いかがでしょう。確かに私は細かいところまでは分かりませんけれども、政治と金の問題という部分は、まあ、国会においても当然、取り上げられておりますし、その体質を持ったままやはり一番遠いところに国会議員っていますから、どうしてもそうなりがちですし、特に人口が多い都市型の選挙をやっていくことにおいては、その人と人とのつながりっていうのは非常に薄いですから、そういう中で何がものを言うかというと、やはり権力と金という部分に陥りやすいということが非常にあるんだろうと思うんですね。我々みたいに末端のまあ市民の周りをこう御用聞きのように飛び回っていると、自分の生活そのものももう市民にさらされている状況ですから、どこで例えば飲んでたとかどこで食べてたっていうことも市民は全部知ってるわけで、ですから大きい選挙区の中、またそこに紛れることができる、例えば、市町村よりも県の方がそういう可能性というか見えない部分がありますから、ですからそういうところでできやすいということはあるんだろうというふうに思いますけどね。なるほど、はい、まあ国会の場合は特にもう何でしょう、地方田舎から都会へ出てきた出稼ぎ労働者だから。はい、失業でやってる可能性が高いわけですね。はい、そうですね。それじゃあ話題を書いて、今の政党助成金中の各政党がもらっとるわけですが、まあ共産党はそれを拒絶してもらわないと。私は政党助成金は給料も払い手当も払った上に政党助成金まで払うというのはちょっと甘すぎるんじゃないかと。同時に政党助成金を払う段階で全面的に企業献金を廃止するというのが約束ではなかったかと思うんですよ。ところが今や今度は経団連の会長自ら政治献金を皆さんやりましょうと、再開しましょうと言い出して、政党助成金はそのままにして政治献金までもらい始めるという、非常に金まみれの政治がまた生まれつつあるんだけれども、政党助成金はどのように思われますか？我々地方においてやはり税金を活動のために使わせていただくという中では、実際に政務活動費という名目で、税金の中からいただいて政治活動に使わせていただいておりますけども、一昨年兵庫県の野々村という県会議員がそれを私的に使ってしまったということで、カメラの前で本当に涙ながらに泣いてた姿はよくご存知だと思うんですけども、その正しく使えばというふうには思いますけれども、その額的にも例えば我々地方議員なんていうのは月に1万とか2万とかというレベルなんですが、今度県会議員になると月に30万とか40万というレベルになってくるわけですね。それが国会のその政党助成金ということになるともっともっと莫大なお金になってくるわけで、そこにきちっとメスを入れる、それもやはりチェック機能が自分たちでチェック機能を果たすか、第三者にそのチェックをしてもらうかということをしっかりとやっていかないと、やはり人はどこかでそういう誘惑に駆られてしまうということがあるんだと思うんで、そのチェック機能をきちっとしていくということが非常に大切なんじゃないかなと思いますけどもね。それじゃあせっかく来ていただいておりますから、この JRP テレビの視聴者の方々は割り方政治に関心の強い方々がたくさん見ておられますので、それを政治に関心の強い人々に対して、これから地方政治というのはどのようにあるべきか、そのお考えを聞かせてやってください。はい、ありがとうございます。今2000年に地方分権一括法という法律が国会の方で通りました。これは明治時代に振り返ってみれば大政奉還、それまで300年続いた江戸の幕府が自分たちの征夷大将軍としての幕府としての役割を放棄したということがありましたけれども、この2000年の地方分権一括法というのはまさしく明治以来続いてきた中央集権体制から地方と国が対等だというような言い方をしておりますけれども、まさしく国の地方支配または地方のコントロールという部分をやめるよという宣言をした年であったかと思います。それまでの通達行政からまさしくいろんな事務が機関委任事務と言われている部分が法定受託事務、自治事務というふうな形に変わってまいったわけでございますけども、またその受け皿としてまだまだ地方の議会も地方の首長も未熟であろうというふうに思っています。これからやはり地方の議会、国会と違って地方は二元代表制、大統領制でありますから、議会と執行部の中、首長との間でけんけんがくがくやりながらこれからの地方を作っていくという気構えがそこにあるかないか、覚悟がそこにあるかないか、それが非常にこれからの日本の礎を作っていく上では非常に大切なことだろうというふうに思っております。国と対等ということでありますから、地域の独自性をしっかりと認識してそれを条例化したり、また予算的にも市民のためにどうあるべきかという優先軸を決めながらやはりやっていく。ただ現実は一度国に所得税という形で吸い上げられる税金、法人税にしてもやはり国に吸い上げられてそれを分配するという今の財政の仕組みを根本から変えない限りにおいては、やはり我々地方は予算を抑えられている、お金を抑えられているわけでございますから、何をやろうとしてもお金がかかるという中では非常に厳しい状況であるというふうに思っています。それをこれから何らかの形で奪い取るというのは非常に言い方が強すぎるかも分かりませんけども、その財源をきちっとと地方に移譲してもらうようなことを全国の市議会ならびに地方自治体に関係する皆さんに訴え続けていきたいなというふうに思っております。今日は本当にありがとうございます。いやいや、貴重なご意見ありがとうございました。日本はユーロシアの一員である。